どうもーバゴーン、田中です今回はバロックの抱くゆりかごというゲームプレイしていきます紙芝居のようなゲームなのでよろしければぜひ睡眠の時にでもお役立てくださいそれではプレイしていきますはいえー こちらの画廊に行って新しいストーリーを教えていただいてそちらを体験していくというゲームですねちょっと声小さめにプレイしようと思いますので、はい、よろしくお願いしますいやー よくく来てくれたねちょうど客がいればいいと思っていた頃さ君はいつも私の中に住み着く退屈が幅を利かせてくる頃合いで私の頭をノックしてくれる友人とはまさにかくあるべきだ無論君としてはそんなつもりはないだろうけどねおっとそんなことより新しいコレクションが増えたんだ 私の一番のお気に入りの肖像でねぜひとも君に見てほしいんださてご客人はどの肖像にご興味をお持ちなのかな指をさして教えてくれたまえこれはなかったですねこの女性の絵はおやこの肖像に見覚えがある様子だねそう かの有名な王女様さ。エスパーニ風に呼ぶならラ・インンファンタ・マルガリリータテレサ・デアア。ウストリア彼女は父皇帝の大のお気に入りでねそのせいで歴史上の重要性の低さにもかかわらずかなりの数の肖像画が残っている人物なんだこれ以外の彼女の肖像画はかなり美化されていてね実際の彼女は飛び抜けて美人という感じではなかったんだ けれど暗い部屋に置かれた一輪差しの白百合のような奇妙な魅力をまとった不思議な存在だったこの肖像画は彼女のそんな雰囲気をよく捉えている私は数ある彼女の肖像画の中でこれが一番気に入っているんだうんやっぱもうリアルに見てきたっていうリアクションですもんね すごいな。 音楽がいいですよねおっと彼女は生家の飲酒のせいで言葉を持たずに生まれてきたその不幸について同情を感じないわけではないけれど実際に彼女と対面するとね 不思議とそんんなな気持ちは湧かないんだ。むしろ言葉が余計とさえ思えるその完成された神秘の雰囲気に魅了されてしまうそれは極め,て繊細な極めて繊細で多元的でね初恋の心象のようであり母の優しさにも似ていただから多くの芸術家たちが彼女の肖像画を見てそして数多くの名作を作り上げたのにも納得がいくというものだ 君は彼女かから何を感じ取ったかなおっとそれを聞くのは随分無粋だねさてこれで私のとっておきの秘密は全て話してしまったそれらが君の知識の土壌に重なる新たな枯れ葉になれたのなら私としても嬉しいことだうんああもちろんまたここに来るのは構わないよ君がよくする新たな知見を私から得ることは難しいだろうけどね それでは私の敬愛する友よまた会う日までさようならあれ終わり早くない <laughs> あら終わったのこれさすがにもう一個いけますか今回短かったですね 音楽がない,いやあ君ならまたここに来るだろうと思っていたよおや降り始めたねにわか雨だろうじきにやむと思うよ雨宿りをしていくといいねえこおや今更そんなに気まずい顔をすることはないじゃないか初めて会った時だってこの姿を見ても君は動じなかったんだから 私という奇妙な存在の秘密を知りたいんだろう初めて出会った時にこの話をしなかったのは実はちょっとした作戦でね君のような人間なら少しでも多くの情報を私から聞き出そうとするだろうからこの話題がまるで腫れ物で触れられたくないように振る舞えば君の関心をうまく持続できると思ったんだもっと気を悪くしないでくれよ悪いとは思っている ただこちらにも事情というものがあってね自分についての話は最後にしたかったんだお詫びに今日こそ君の知識欲をきちんと満たして差し上げるよそれじゃあ早速君のご要望にお答えしようじゃないかまだあるんですか画廊はわざわざ君に来てもらったけど 残念ながら今日は新しいコレクションはないんだこの間見せた肖像画で私に必要なものはすべて揃ったからねだから今日は私の話をしようと思う君が望んだ通りにねああ失礼まだ私は君に名乗ってすらいなかったね私はファン・ホセ・デ・エスパーニャおお真ん中のお父さんじゃんそう以前君に話した このの肖像画のモデルさつまりこれはカルロスの眷属になる前の人だった頃の私の姿というわけだ。マリア・ルイサイサベルにプロスペロとアルフォンソ彼らは呪われた王子が死んだ後神聖なる青市の呪縛より解き放たれ人間としての時間を取り戻した。 そししててて人人、人間らしく、やがて死を迎えて一一また一人と旅立った。と旅っ私を置き去りにしてね。私はというとただ一人呪いが解かれず不死で異形のこの体を持て余しながら気の遠くなるような長い時間を生き続けてきたかつては私に多くの特権をもたらした神聖なる青い地に順応したこの体 それが今では主をなくしても、眷属としての魔力を宿し、ずるずると生き恥をさらす原因になるとは、なんとも皮肉なことだ。私は一人きりで、彼らが残したものを捨てるべきか、守るべきか、ずっと考え続けてきた。けれど、情けないことに、限りのないこの命のもとでは、とうとう答えを出せなかった。 だから私は私の選択を委ねられる人物を待つことにしたんだ。たくさんの人間がここを訪ねてきたよ。ほとんどの者たちは私のこの姿を見て一目散に逃げ出したけどね。何人かは君と同じように真剣に私の話を聞いた。けれど彼らもまた私の望むような人間ではなかった。彼らは薄っぺらな同情心の皮で、 下賢な好奇心を隠しながら根掘、ね、り葉掘り聞いてくるような偽善者ばかりだったのさそういった連中との関わりは退屈に苛まれる私の心を慰めはしても根源的な虚しさを埋めることはなかった私が必要としたのは信頼できる人物で安らぎや慰めを与えてくれる存在ではなかったそして私は やっと君を見つけた君はこれまでの誰よりも私の話を私の望んだように聞いてくれた。自分の固定概念ができる限り入らないように想像力を働かせ私の世界へとその思考を近づける努力をしてくれたね。きっと君としては短くだったろうけど。 君と話すうちに私はいつからか救われていたんだそれは長い間誰かに聞いてほしかったことを君には自然と一つ残らず話せただろうからねだから私は君のことなら信じてみようとそう思ったんだ私は君にこの記憶と場所を託したい君に語った物語をなかったことにするのも誰かに伝え 守っていくのも私は全てを君の選択に委ねるつもりだけれどもしも時が経ちいつか君の中に私に対する深い同情が生まれそれが君を苦しめることがあったならその時はここにあるものを全て燃やしてくれ遠い未来から振り返る涙するような思い出に私はなりたくないからねうーん さて、まもなく朝が来る今度こそ本当のお別れだやっと何も持たずに旅立てるこんな温かい静寂はいつぶりだろう君には心から感謝しているこんなに素直な態度は私らしくないがねまあ最後くらいいいだろうじきにこの雨もやむ 穏やかに眠る町へ出て帰るべき場所へと君は歩き出すんださらばだ私の最後の友よーあー終わったー いやー面白かったなーもうゲームっていうよりは本当紙芝居みたいだったけどストーリーがちゃんとしててはいありがとうございました眠るお供にはどうなんですかね <laughs> まあでも非常にこれおすすめなのではい もしよろしければぜひダウンロードしてやってみてほしいです面白かったですストーリー好きな方はおすすめですねありがとうございましたまたこういうゲームやっていこうと思うのでぜひ、えー、次回も見ていただければと思いますバゴン田中でバロックの楽くゆりかごでしたありがとうございましたでは次回のホラーもお楽しみにそれでは まったねー。